抗日軍政大学とは中華民国の沿岸市に存在した教育機関。正式名は中国人民軍事政治大学。略称は広大。毛沢東指導の下、党幹部革命戦力を育成することを目的として1936年に中国共産党によって設立された。大学の校風や教育方針も毛沢東によって定められ、毛沢東。 周恩来などの中国共産党の幹部が自ら講義を行うこともあった。入学する学生の職業は労働者から知識人と様々であり、年齢層も13、4歳の少年から50歳以上の年配層と様々であった。校舎や物資は不足しており、学生は校庭で学ぶことになるなど厳しい環境で勉学に励んでいた。 エドガースノーはこの大学のシンクの中で学ぶ姿勢を称賛し、このような高等学府は多分全世界でここだけであろうと語っていた。卒業生は民族解放闘争での主力となり、中華人民共和国建国以降は幹部として中堅的な役割を果たした。後にこの学校の文校が各地にでき、現在の中国の教育機関の前身となった文校も存在する。 前身は中国人民抗日公軍大学であり、1937年1月に中国人民軍事政治大学に改名された。1937年8月1日、第3期が始業。学生数は1272人であり、3個大隊と13個学院隊の他に老幹部軍事隊、青年軍事隊、老幹部遊撃訓練隊などがあった。第1大隊は、 軍事戦業隊、第2大隊は政治戦業隊、第3大隊は青年隊であった。1938年3月から5月にかけて、第3期生が続々と卒業し、すぐに戦場へと向かった。1938年4月16日、第4期が始業。学生は5562人に増え、8個、大体43個学院隊が編成された。 907人は八素寺軍と新四軍の幹部、4655人は中国各地からやってきた青年であり、その他にも東南アジアの華僑や朝鮮人、ベトナム人、日本人などがいた。同年8月1日、第1大隊及び第2大隊の学生が卒業。その他の大の学生も12月に卒業した。終戦後、中国共産党が制定した。 港北発展、港南防御の方針により、港日軍政大学は、幹部や軍隊と共に、東北部へ移動した。1946年2月、安藤省通貨に設立し、東北民主連軍軍事政治大学に改名された。1938年12月、第5期第5、第6大隊の全生徒と、第3、第4大隊の一部を機関に、千北工学と、 西北港日青年訓練班の一部を統合して、対抗港日根拠地で創設された。校長は何長校、副校長は周順前、政治部主任は高尾東、訓練部長は一区二期よ。文校の中では最初に創設され、歴史は長く、規模も最大であった。1938年12月、進むさつき公日根拠地において、 第5期第7大隊と第1大隊第4師隊と、期間に、第2、三洋大隊の一部と西北工学、有文工、西北工日青年訓練班及び中央、組織部訓練班の一部を統合して組織された。校長は、陳博一氏、副校長は、正式大ら、政治部主任は遠、園氏、金、訓練部長は、女徳総。1939年7月、 広大総工が、ノベスを離れた後、延安に泊まっていた第一、二、五大隊の一部と教職員を機関に創設された。拒否管りたち、人機関、格川赤が校長を務め、長ぶり風が、教育長、リーツ民が政治部主任であった。第三分校は主に方兵及び、公兵幹部と、ロシア語の人材を育成していた。年月、 中京中央軍医は、第三分校の軍事教育の力量を強めるため、延安の八祖寺軍校帝学校と、砲兵共同営を編入した。同年十一月二十一日、八祖寺軍軍政学院の一部と合併して、軍事学院に拡大した。九百四十年三月、新四軍第六支隊随英学校と、抗日軍政大学総合課中派遣大隊を、帰還に、 家中根拠地で創設された。校長は、宝雪風や長愛浮草、副校長は、呉柴穂や長新、教育長は、片中宝や流生命政治部主任は二餅東や、理寛明が務めた。1944年9月11日、校長兼新四軍第四支市,市長の宝雪風が、戦死すると、中京中央家中局と新四軍政治部は、 第四分校を雪風軍生学校に改名することを決定した。第四分校は5年ほど運営され、7期の学生を集めた。新四軍内の分校では最も早く設立され、運営期間も長く、江南と河中地区の青年を多く引き入れた。1940年11月下旬、新文校北四規模軍港北式部軍生幹部学校の一部と、 新四軍祖北式部幹部学校、新四軍間東幹部学校、法大総工、第二課中派遣大隊を機関に、課中高日根拠地で創設された。陳期が校長建成寺院、来津大兵田氏が副校長、社察軍が教育長、与留金が政治部主任、世津暮れ橋が訓練部長であった。 上半総統期間中は一部の学生は南下して、池ル中東大地区で活動し、新四軍第一市幹部学校と合併して、広大池ル中大隊を編成した。1941年10月、一部の幹部や教員を国間に新四軍第三市がいたり、新しく第五分校が設立された。新四軍第三市市長の高勝主義が校長を兼任し、 政治委員は、呉羊猿。副校長は、長教初。教育長は、大信虎。政治部主任は、統括であった。元の第五文校は、抗日軍政大学下中層文校に改称された。1942年、日本軍の総統作戦で並行するが、1944年夏に、再び開校した。1940年11月、 高大総工から発出された9個の学院隊と八祖寺軍第129市随衛学校を基幹に、大高山公日根拠地で創設された。1941年7月下旬、八祖寺軍第120市共同団を基幹に、進む西北公日根拠地で創設された。1941年5月、新四軍高北式部軍政幹部学校の一部を、基幹に、 家中高日根拠地で創設された。九百四十二年五月、高大祖中大隊と新四軍大院一市、幹部学校を機関に、祖中高日根拠地で創設された。九百四十二年二月、新四軍大護市水泳学校を機関に、学予編根拠地で創設された。九百四十四年秋、山西省水心水において、高大隊学大隊を機関に組織。 1945年春、河北省、渡る県において、広大隊広大隊を機関に組織。ありがとうございます。